出ました。今日も小畑がギャグ考えます。いよっす。今日のテーマどうしようかな。テーマどうしよう。テーマなんかあったっけな。スポーツ系のチャリ。スポーツチャリ。もうできたかも。チャリ乗ってんちゃうで。うどんこねてんねん。あんまりか。うどんこねてんねん。いいな、これも結構。チャリ乗る雰囲気だけ作って、うん、うん、うどんこれてんねん、うん、うんって伝わるかな。難しいな。ゴールデンウィーク終わった後とは思われへん胸の張り方。これ何でも使えるな。ひったくりにあったと、ひったくりにあった後とは思われへん胸の張り方。ご飯ついだりテニスしたりしてます。ちょっとおもろいな。ご飯ついだりテニスしたりしてます。ご飯ついだりテニスしたりしてます。ご飯ついだり卓球したりしてます。ご飯ついだり卓球さあさあ、なんやろ。Mm-hmm.
できました。うん、うどんこねてんねん。ありがとうございます。いや、今日も無事にギャグできました。皆さん、感想はコメント欄にお願いします。頑張るきっかけあげたから。本日も告知させてもらいます。10月16日、6時半からここザザボックスで道頓堀のユニットライブチャプター 2B コンディールとタレンチのライブがございます。小畑君、ちょっと言ってください。完全に面白ボルト2万ボルト。